コロナも少しずつ収まり、声を出して応援できる兆しが見えてきました。肩を組んで手を叩いて仲間と共に歌う日を待ちわびているサポーターがたくさんいると思います。そこで今回はサポーター100人に聞いた好きなちゃんとランキングトップ10を発表していきたいと思います。ちゃんとを全部歌えないサポーターや、まだスタジアムに足を運んだことがないサポーターは、この動画を見ていただければもっとレッツを好きになってもらえること間違いなしです。それでは参りましょう。ファンサポーターが選ぶ好きなちゃんとランキングトップ10はこちら。
でしょうか。一つ一つのチャントにはサポーターから選手へのメッセージが込められているので、選手たちもそれを感じながらプレーしてくれると嬉しいですね。今の選手たちは浦和の選手として、レッツのチャントを生で聞いたことがある選手はほとんどいないので、浦和の一番の武器でもある熱いチャントを早く選手たちにお披露目するのが楽しみです。コロナによる規制が緩和された際には、これまで大きな声を出せなかったもどかしさを爆発させて、選手たちにも本当の浦和を見せつけて全力で後押ししていきましょう。今日の動画はこれでおしまいです。 We are Let's